ハロー、こんにちは。世界大会本戦7日目始まりました。1勝2敗のチーム、まあ、DK 対ギガバイトマリーンズ、負けたら BO3 で負けたら敗退です。というのがちょっと怖い。 DK ファーストピックカイサで、ギガバイトマリーンズなんとランブルジャーワン、この2人めちゃくちゃ強いで、こちらも OP。 ランブルジャーワンが敵にいるとミッドベタ足のメタキャラが使いにくくなってアーリーとかになっちゃうんだけど、アーリーとカイサ合わせるとダメージ少なくて積むっていうチームがめちゃくちゃ多い。昨日の C9 もなんかルブラン取って何もできずに終わったじゃん。これね、ジャーワンがね、何が強いかってね、ベタ足ミッドを使わせないってことなんだよね。俺気づいちゃった。まあ、主導権を ADC もなんかエズリアルとかに寄っちゃうし、結局構成壊れる。合わせてセットアップが十分可能だと。でランブル最強だし。さあ、そしておお、先に取るんですか、証明か。カディの死んだら取り上げ。ダムオン韓国のチームです。韓国4位。得意ピックの方。ゼロ2スタート。相手が強かったっていうのもあるし、まあ、サポートに問題抱えててチームとしての動きが悪かったです。非常に本当にそこら辺のソロ級ゲームかなみたいな、まとまりがなかった。ショットコーラーのケリンさんがね、サポートがね、ちょっとショットコールがあまり上手くないし、アリサのコンボもミスるぐらいひどかったんですけど、なんとか 0-2 で敵をボコボコにして勝ちました。誰ボコったっけ、ちょっと覚えてないんですけど、まあ、スイスステージの面白いところは実力が結局出ます。3回負けたら敗退、3回勝ったら進むっていうやつだから、まあ、もちろん運もあるんだよね。ゼロにスタートすることもあるし、まあ、DK も良くなかったっていうのもある。でもこっから相手も弱いチームと当たってくんで、うん、まあ、BDS もそうか、 BDS 倒したのか。で BDS 倒した時はボトムゴリ押しでしたね。ケイトリン・ラックスで、ケイトリン・ラックスやれば連戦勝つだけでそのままゲーム勝っちゃうんで、ショットコールもクソもないしエンゲージもする必要がない。でも今回はね、どうなりますかね。ケイトリンをバンしてくるギガバイトマリーンズ、ケリンのエンゲージがどうなるか。でギガバイト2個番いいですね。これなんかギガバイトの構成すごく強く見えるよ。カイサーやるときはぶっ込みが強い。本当にぶっ込み構成2個マジでいい。やっぱバックラインに CC を当ててくれるとカイサがバックラインをアサシネートしていくので、前から叩くとカイサじゃダメージが足りません。アフェリオスに負ける、ゼリーに負ける、ザヤに負ける、最近の人気の ADC にトータルダメージでは勝てないので、敵のバックラインにアクセスするとか、少数戦で一気に寄るとか、その寄りの速さ、バックラインのアクセスを、まあ、味方の構成で通るといいですね。常に CC をバックラインにかけてもらうみたいな。だからまあ2個外傷いいんだけど、それをしっかり分かって、ギガバイトピックマンとてもいいですね。なんかもう超強い。うわー、なんか構成強え。ガム構成強え。 DK どうする、これマジでピックしづらいと。証明か、何ピックするん。ベタ足ほぼ無理やんね。でもベタ足キャラじゃないとこれダメージが足りるかな。機動力があるチャンプで火力足りる、これダメージないからね。ないですよダメージ。集団戦重視っていうところなんですかね、になりますね。さあレル、いやピックマンいいですね。ギガバイトレッドサイドでこれはいいね。やっぱブルーサイドが有利ですから、圧倒的にブルーサイドで落とすことはできないでいけ。まあ明かりを取って全体のラインを合わせるのか、明かりもしくはサイラスっていうところですけど、サイラスレーンつらいぞ。でもブリンクがあって火力が欲しいからね、これは迷います。照明か、しかしサイラスを取る。ランブルのアルティメットも強力、ラカンのアルティメットめちゃくちゃ強いです。でここでゼリー、おお構成だけ見たらギガバイトめっちゃ強えど、結構ね俺ね構成でここ最近10試合ぐらい当ててるからね。おこの構成これ勝ちやなって言ったらもう勝ってます。JDG ですらこれ構成やばいなって言ったら JDG 負けてますから、俺マジでこれねピックバンで俺勝率高いよ。昨日も全部当てたし、いやーこれギガバイト強いっす。ただ韓国のチーム対ベトナムのチーム、もちろん地域差はあるし、 DK は去年の世界王者デフトもいるし、ショーメーカーキャニオンも世界大会優勝経験あり、韓国でも今年は調子悪いですけど最強のミッドジャングルデュオ、チーム全体でバックライン飛び込んでいこうっていうのをコンセプトにしましたね。でギガバイトはベトナムのチームで長く見たけど、まあ、あんま強いチームではないな。うん、でも構成がいいんで、やっぱ構成って本当に大事ですから、戦いやすいだろうし。
これ面白いですね。実力の DK というかもうフィジカル、もうミクロで勝負。5対5はギガバイトが構成圧倒的だと思うけど、DK がどう立ち回るか、バックラインに侵入してオリアナとかゼリとか倒すかとか、いやこれめちゃくちゃ面白い。いいマッチアップではあるんですが、ただジャングラー構成逆だったら絶対ギャム勝てないけど、 DK ならばあるのかな。レベル6前からハローこんにちは、 DK vs ギガバイトマリーンズ始まりました。構成はいいぞギガバイト、ベトナムのチーム、しかし相手は韓国チーム。違和感のある選択はないですかね。徐々にここからね、 DK 去年の DRX みたいに調子を上げていけば、ファーストストライクだったりヘールブレードの選択、ポテンシャルはありますよ。ミクロ側というよりかはマクロチームとしての動きとか、サポートのショットコールとか、サポートがちょっとねチームとズレが生じて噛み合ってなかったっていうのがあるので、そこを徹底的にフィードバックしてうまくいけばいいかなと。そしたら DK もあるよね。連戦下手とかロールが単純にねミクロが下手だったらもう正直治んないけど、すぐにはそうじゃないので、しっかりとレーンのコントロール取れるようにっていうことで早めにワード置いて DK の序盤からのこのキルアクションっていうのを警戒しましたね。デフトさんはな、去年の主人公だけどボンミス多いんだよね。え、そこで死ぬみたいなのが結構多い、まあ、去年からそうなんだけどさ。オリンは警戒できそうですね。まあ DK としてはいかに、ミッドはサイラスきついマッチアップです。ラプターのところにワードも置けているので、ドラシで耐える。でも集団戦でラカンのアルティメットパクってランブルのアルティメット使ってみたいな感じだね。構成は DK、 機動力は豊富なので、機動力のないオリアナを特に狙ってガンクタイミングっていうのを作れるかどうか、大差で倒していきたいところ。トップもさ、やっぱランブルが連最強なのよね。ミッドトップギャムがとても強そうですよね。道にワードを置くことがカディできましたね。これでちょっとそのキャノンのガンクという動きも早めに察知。ギャムはねトップのキアヤが結構うまい。さあそうなるとこの 1v1 という形が続けばカティはかなり順調にファーム、さらにはまあレーニング状況でリーシンだけどギャンクは狙えませんね。やっぱサイラスプラスギャンクできる機動力あるジャングラーって基本レベル3でサイラス乗れに行くから、かなりオリエナが警戒してたけど、キャニオンここでリスクは取らずにフルクリアのルートだ。 J4 もフルクリア、ランブルがウェーブを押し込んで視界取ったので、リーシンがボトム側にいるっていうのはギガバイトを分かっています。ガミスポーツとしてはもうあくまでもやっぱりいい後半の集団戦に重きを置いている構成ですから、事故がないように事故がないようにっていうのは視界のコントロール継続しますね。互いにジャングル反対側にカニを取りに行きます。完全にミラーしてますね。さあこうなると難しい、まあ、サイラスは CS イーブンで食えたらもう勝ちみたいなところあるからね。あこれ見えてない、これ見えてないですね。ギリギリ見えてないですね。これリシの方が早いぞ。さあフェロマン、ミッド、ミッド見せてくれ、ミッドを。 J4 も来た。いやフェーズラッシュがあるのでオリアナメーカーも体力かなり削られて、フェーズラッシュを使ってスキルを避けたのかな。サイラスの E を食らったら致命的だけど、まあ、この HP を管理してるってことは多分 E 避けたんだろうね。仕切ったんじゃないかっていうことでリヴァイをミッドのカウンターに入れてましたね。まずはワンアクション DK の攻めっていうのをガミスポーツとしてさばくことができた、はい、お、ここでケリン Q からの W、 これギリ足りるか。デフトが W フラッシュで合わせる。さすがマポ高校出身、あの名門マポ高校、世界大会優勝4回ですよ。中国は3回。絶対に加入がないタイミングで行ったわけですけど、しっかり成功させましたし、ケリンリコールをせずに待っている姿を出して、そしてここでリコールをせずにウェーブをできるだけ固めていく、ダメージ与える。そうしかしここはリヴァイがカバーにプッシュを遅らせます。デフトのためにデフトがファームを落とさないように、しかもここでフリーズを狙うが、さすがに相手押し込んできてるのでダブルスタンを決めて時間をできるだけ潰す。デフトアイテム買ってきたのにミニオロスト1匹だけです。
このウェーブをストップする時間を作るためにかなりの時間、まあ、サポートがねこれウェーブをフリーズングしてるのでもちろんラカンは自由行動できますからそこは気をつけなきゃいけないですよ。ミッド周りに介入が回差はかなり使った、しかし味方はちょっと不利を背負うのでギガバイトそこを攻めていく、いいですねお互いにトレードができてて、全部取ることは不可能ですからこのゲーム、イーブンゲームでまだこのラプター諦めてない、ただここはスマイトを使ってリヴァイが抑えます。この辺りからガミスポーツとしてもでボトムは押し切ってその間にデフトが深いところにワード置いていく、いいね DK 立ち回りとてもいい、これ以上は無理という判断でしたね。いやこれパレってキャノンを取りに来るタイミングだったんですね。 CS を食うタイミングっていうのはね油断してしまいますからね、相手が CS を食うタイミングを狙ってスキルショットを当てていく基本中の基本、プロも引っかかれてしまいましたね。さあドレイク触ります DK。 これはちょっとボットのリコールタイミングをうまくスレイダーが作れなかったので昨日の試合何だったってぐらいもう内容が濃いやめて、まだ6分しか経ってないのに昨日のトータル5試合よりもレベル高いっていうのやめて。インファーナルドレイクです。まあこれはボットレーン、いやでもマジでそうなんだよ、ギガバイトも結構うまく立ち回ってんだよ、まあもうしょうがない、はい、公式配信だからチクチクしないでほしい。ファミリーフレンドリー目指しキャニオンさん、トップレーンのところを先に押して敵のジャングル内にワードを置きに行く。ビバーに何かいた、 NA のチーム泳いでた、その元気にしてっかな、ゴールデンガーディアンもティームリクルードも C9 も、その甲斐あってキャニオンのガンクアクション自体はゴールデンガーディアンが先に行ってるか。さあこのミッド周りリヴァイこのタイミングでもカバーの動き、いやーでもショーメーカー CS は少しは負けてるけどね、食らいついてますね、でかい。おっとまたここで入っていく、カイサ飛び込む、構成ではギャムなんですけどやはりこの連戦ですよね。しかもリーシン裏にいるぞ、裏から来てるぞ、これどうだ、タワー下に押し込めるか、ウェーブを、これウェーブをタワー下に押し込まれたくないから全力で全力プッシュしている、デフト行くヒールがある、リーシーン J4 の居場所も完璧に確認をしている、レーンにもワード置いてリーシーン、 J4 のルート全て遮断している、おいもう昨日よりも面白いやっぱ同じゲームだけどね、このゲームジェリーのダビも避けてた、チームによって全然違いますね。いやでもギャムも頑張ってるね、でもこれケリンのレル強いな、視界のコントロールほとんど取り切られてしまってますし、さらにはこの後ケリンが、いややっぱさサポートが違うよね、ヨーロッパと韓国、ヨーロッパと NA のサポートとはレベルが違う、本当サポートが違うからボトムレーンが強すぎる、本当にギリギリまでちょっとベイトの動きレフトとしては行いましたね。カイサ2キル、はい、ちょっとミッド周りでの戦闘がサポートの差がすごい出るんだよな、サポートってマジで強いロールだからね、ミッドレーンじゃないかと思いきやでしたね、まあ、実際、はい、ミッドレーン周りで活動することが多いんですけど、その情報を得てボットの 2v2 で勝っていくっていうDK のズベンはサポートマスターなんだが、その影響もあってかサポート1年半でマスターする天才ではあるか、ミッド周りでの、まあ、レルの方がラカンよりも存在感を発揮していて、なかなか視界を取りに行ったりファイトの判断になったりっていうところは難しそうですね。ズベンめっちゃ叩かれてたな昨日、それよりもファッテがひでえと思ったけど、ミッド主導権を使ってヘラルドを獲得狙っていけそうですか、ミスポーツ、まあ、さらにはもうボトレーンにいてもちょっとしょうがないので、はい、ゼリも早めにチームの動きも悪くてなんか引っかかっちゃったりとかもあってコントロールを取りに行った、レディットとか見たらなんかズベンがすげえ言われててちょっと悲しかったな、ズベンも悪く結構エンゲージキャラうまかったけどな、まあ、リヴァイとしてはそのカバーの動きだったりヘラルド取る動きっていうことでかなり時間を多く使っているので、ヒリさんはマジで最悪だったね、見てほしい、昨日の試合見てない方は YouTube でもうアップしてあるので、ある意味神試合、昨日の試合全部、昨日の試合を全部見てお前らも希望を持ってほしい、あ俺もプロいけるじゃん、お前らもヨーロッパ NA いけるで、世界を見ていこう、リコールをしたりとか
視界を取ったりとか、ガチガチガチいけるいける、ダイブが来てもおかしくないぞというようなプレッシャーがかかってるわけですね、うん、それぐらい今年の世界大会ね、 NA と EU ヒッドヒス、まあ、ガムイスポーツとしてはここでまあヘラルド見てて面白いんだけど、でこの試合に話に戻りましょうか、まあ、基本的にはいつものスタイル、はい、NA と EU の試合を宣伝してあげて、全員でこうレートゲームに向かっていって神試合ではありました昨日すべて、ここでトップレーンサイドにまあ安直に行くのではなくて、でミッドは食らいついてますね、でミッドのこのオリアナの主導権を生かして視界とか寄りの速さでギガバイトは何かしていきたいところではある、トップもプッシュ勝ってるし、ただボットレーントップとミッドのこのプッシュ力を生かして何かしたいよね、ダイブであったり、まあ、ヘラルドは取りました、そのおかげで、このヘラルドをギガバイトどこでぶつける、あるので、今回返すはストームレーザービルド、これはなかなかちょっとボットサイドでのアクションを返すにしてもダメージの差が出てきそうですし、なんといってもショーメーカーももうエヴァフロスト完成しましたからね、 ADC のアイテム差がすごいね、ということでリヴァイはトップ連戦でね、こうやってキル取る回差はタイミングです、テレポートはありますが、なるほどスレイダーをこれここから相手を簡単に暗殺していくからな、リヴァイがこれ来たところでランブルがいないのでウェーブをフリージングしてあげる動き、でもジャーバンがここにいるってことは逆サイドでやりたい放題ですよ、2人見えてるからね、もうトレードの形ですね、もうカイサー、サイラスと非常にはパースパイクを迎えている状況で、これカイサー相手連戦できないから逃がしたな、ちょっと厳しいとファイトになって勝てないよっていうことで強制的にボトム、このゼリーにお金を集めたいんだけど、ボトムの 2v2 戦してたらずっとウェーブ押し込まれてヘラルドなんか出す機会ないから、ゼリーを上に上げてヘラルドぶつけてゼリーに少しでもお金を上げようっていう作戦か、このイクライザーを使った後っていうのは無防備になるので、早めにどっちみち5対5押してもドラゴンも取れねえし、そこからゼリーはトップでヘラルド分のお金稼いでボトムに戻ってくる、で今の状況だともうかなりリバーのところにもワードを受けてますし、だいぶ警戒をされてしまっているっていうことで DK もそこまで無理はしませんでしたね、いいっすね、負けてはいるけど自分たちもやれることはやってるというか、デフとケリンがリコールになってます、やっぱねこういうのが欲しいよね、 DK としてはこの後交換のマインドするかどうかですね、常に逆転のチャンスを伺っているギガバイト、ね、集団戦本当強いですから、構成強いですよ、タイミングなので必ず抜かりない構成ギガバイト勝つ可能、勝つことが重要になってきている。勝つ。ただその時にガムインスポーツがまたしても逆サイドでタワーを降りに行く来る動きっていうのを狙ってきた時に、素直にヘラルドに行くのではなくて DK がファイトを狙いに行くかどうかっていうのがちょっと今後注目しなければならないポイントになってますね。さあ2分後にアップしてきますヘラルド。まあ、今のローテーションですとガムイスポーツボットレーンにこのスレイダーとパレッテの2人を置いてますから、このままだとデフこういう寄りが強いのよ、リシのキックでカイザーがブーンって飛んでくるからね、ランボルめちゃくちゃ下がるね、トップサイド映ったという情報もあるので、めっちゃ下がります、カイザーを警戒、カイザーがミッドレーンにいるとカイザーがボトムやトップレーンに行けるから、おっとデフトが狙われた、ショックウェーブはフラッシュで回避します、デフト怖え、デフトもよく引っかかるからな、成功していますガムイスポーツ、そこ通るかデフト、狙っていく可能性ありますね、デフトの体力も視界もないのに削られましたからね、半分持ってかれてます、これ多いのよねデフト君、タイミングまでにやっぱりデフトのフラッシュが上がらない、はい、っていうことを考えるとイクライザーで狙い撃ちできる、いやーこれデフトの HP 削られたからミッドタワーフリーエグ、ギガバイトやりますね、トップは引いてその間にミッドプレッシャーして ADC の HP 削ってゾーニングしてミッドタワーをフリーで取ります、このミッドタワーっていうのは価値がとんでもなく高いですから、先に DK からタワーを取っていくギガバイト、とんでもねえな、繋がっていません、そうヘラルドアップまで1本切りました、一旦 DK デフト、いやーこれね構成あるからねギガバイト、常に DK としてはただこの状況になったとしてもヘラルドファイトしなければなりませんね、うん、今回ドラゴンはクラウドですか、置いています、ただカティはテレポートが上がっていない、ですからまあガミスポーツとしてはこのフラッシュがない状況を生かすなら早めのリコールをしてトップサイド、うん、やはりまだパースパイク的にファイトが難しいと判断するならもうミッドナウトターンも取りましたし、逆サイドでファームの形にしてスローテンポのゲーム展開を望む、ゼリー王権なんだね、
ゼリーもビルド派は半端ないよな。DK、ガム、e スポーツともにヘラルド周りの視界のコントロールを行っていますが、パレッテに表彰入った。キャニオンのリーシンだ。触れてはなかったけど、バトルダンスで何とかパレッテは逃げ伸びました。しかしキャニオンリーシンうめえぞ。オリアナをこちらに寄せているとなると集団戦ちょっと見てますよね。触り始めた。うまくないと今リーシンなんかピックできないからね。11レベルもありますか。ターザンしかり、キャニオンしかり、コントロールワードも置いて視界の状況もガム e スポーツ悪くないですね。オーナーも見てえな。リーシンミッドサイドを取っているのはガム e スポーツ、トップサイドは DK です。いやこれギャム構成強いですよ。裏から狙ってますか。カイラス何のアルティメットを取る。ラカンなのかランブルなのか。攻める。レルのエンゲージ、 J4 エンゲージ、ランブルのウルト、5対5制したのはギガバイト。やはり5対5の構成強いギガ。ここはガムイスポーツも、でもヘラルドはゲットしたので DK が有利かな今のは。トレードはっていうところで、いやでも5対5ゴールド負けてるのに全然引きを取らないですね。 D プラスケアももう冷静にジャバにプレッシャーかけながらこうスティールされないようにっていうところでヘラルド取り切ったのはお見事でしたね。サイラスある程度使ってなかったね。狙い通りのようなアクションになってますね。さあ集団戦ディプレイ、横からケリかエンゲージ、素早く反応してリヴァイ、うん、やっぱりこう決戦敷かれたことによってデフトがダメージ、サイラスがちょっとやることも何もなかったか。おっと証明か、取ろうと思えば取れたと思うけどな。勝手にエヴァフロー、いやこれはいいダメージが入る。アルティメットでウェーブですが、勝手フラッシュ、失礼、逃げ伸びたか。これをやるためですよ。分かんなかったかい。この辺りからサイドの1対1っていう証明か、疑わないでほしい。いうのがガミネやミッド、エネやヨーロッパのミッドレーナーじゃないんだから。ミッドレーナーのコントロールを取りつつ、 This is a showmaker。 視界状況をクリアにしていく。ここまで考えてあえてウルトを取らずにソロキルを狙っていく。ゴールドを回収されると集団戦までいけなくなりますね。そして育ったデフトはダブル後ろに当たった。ただパレッテの体力が半分なくなりました。でも小数戦ガンガンやっていきたいね。保ちたかったんですが、それに体力半分使ってしまいました、ね、さっさと DK はミッドタワー取って、ヘラルドでミッドで一人で ADC がファーム食ってる時にリーシーンが行くってやって、カイトがピューンって飛んでアサシネイトして視界コントロールでバロンベイトしてみたいな。ただウェーブがコンスタントに小数戦いきたい。5対5ちょっと厳しいぞ。 DK もマクロウェーブ押してグループして、ウェーブ押してグループしてジャングル入って、でそこでも一気にねカイサを使っていきたいところ。ミッドのウェーブクリアからドラゴンができたから5対5しましょうね。だと部が悪いんじゃないかな。オリアナにファームをさせる。サイドレーンで戦っていきたい。ここはうまくカティが前に出たところを正面から捉えましたね。まあ、先ほどのタイミングっていうのはドラゴン直前のタイミングでもありましたから、自分のところには来ないだろうと踏んでいたんでしょうね。さあただ順調にもう DK がドラゴンを重ねていると。ヘラルドミッドで召喚、ミッドのタワーは結構ピンピンしてはいる。あそして照明か2コアできました。バンシー照明かバンシーですか。なかなかバンシーはいかないけどね。でも AP は確かに濃い、ミッドとトップで。このタックルはミッドレに入れます DK。 まあこれで徐々にやっぱサイラスってメレーチャンプだからダメージ出しづらいのよね。いくら育ってても、うん、昨日9キル持ったサイラス集団戦パワー CG デスキャップ持ってるのに479でしたからね。あれマジでひどかった。ほんと見てほしいよ。ちょっと強引に対処しに行かなければいけないので、ミッドを開けなければいけない。だからおめえは一生19敗なんだよ国際大会で。このミッドレーン相手がトップレーン対処しに行ったな、ボットレーン対処しに行ったなっていうのをしっかり察知して、3694791557そのままサイドのタワーを破壊するというような。エージェント612を行っていく。ここでは相手が対処をしなかったのでサイドのタワーを取ったっていうような展開ですね。ドルにはいろんな数字の意味がありますね。これをすべて理解して初めて、はい、そしてサイドのタワーが折れるとロールオタクになります。サイドのプッシュの主導権をもう相手のインナータワー下ぐらいまで強引に押し切って、
そしてそこから先に9万スリープ今回であればサイラスとカサンテがミッドレーンに先に寄ってくることによってミッドのだいぶのプレッシャーをかけてそこでちょっともうミッドレーンのタワーが守れないスリアハル WQE スポットとしてはもうミッドのアタッターを手放さざるを得ないっていう状況を作り出すっていうのが DK の狙いになりますね。ちょっとあまりね触れちゃいけないやつですね。守るのはカティです。先ほどはショックウェーブからダイアナでマクロ組んで奪い取るようないいプレーもありました、うん、DK はまずはサイドのプッシュをしなければいけないので一旦3ボタン押したブルルって出てそういう段階です、ね、あれダイアナで人間離れしたコンボを毎回できる人が3ボタンを押しただけでブルッて気をつけなければいけませんね。ダイアナって Q アルティメットでねやるんだけどねあの人なんか RQ やってたから重要なプレイヤーたちがサイドにいると分かれば DK としては強気に入っていける、まあ、でもこの試合とは関係ありませんよ。ドルオタク以外何もわからないよねこんなの。すいませんね YouTube のコメントでわかんない人がいると思うんでドルオタクの方説明してあげてください。あのネタとか全部こういうのを知るとねより面白くなります。この試合ギガバイトは3ドラは取られてしまっているから4ドラゴン絶対に戦わなくちゃいけない。5対5勝っていきたい。 DK5 対5どうなる。サイラスはストップアッチまでコンプリート。かなり安全なビルドで照明かビルドを進めていく。そうですね、このタイミングで一旦リセットして、ジェリーにカイサはグインス2個は出ています。 ADC のアイテム差は出ている。DK の課題のねサポートのエンゲージがどうなるかですよ。チームとしてのマクロもそうだし、5対5でねサポートが1人突っ込んだり突っ込まなかったりなんかいろいろ良くなかったですから、ここが改善されているのか見もの。安全な状態で寄るにはテレポートを使わなければドラゴンサイド寄れないっていうの状況になりました。ショーメーカーは先にリコールをして寄ってますね。はい、もうすでに寄れてますね。さあそうなると DK がドレイク前のポジションは有利に立ちそうです。カティも遅れてですが今合流できました。ミッドのアウタータワーした。ゼリーはナボリ出た。こんなビルドなんだね。さあキャノンが先に DK ポジション取っているよ。カサンテだからねジャングラーをね追い返して無理にドラゴン取れますよ。そこに合わせてケリンもいます。囲っている状況だ。 DK ドラゴンなんか取らなくてもいいんだからね。 DK は取れたらベストだし倒してバロン取ってもいいから。ギガバイトはすごいとやりづらい。ランブルのアルティメットをぶち込む。いつデフト飛び込む。取った。4ドラ取った。 DK アルティメット使ったら足が速いぞ。デフトが狙われる。デフトアルティメットを使用せずに耐える。デフト1キル獲得に成功。さらにはキャノン体力満タンでバックラインを抑えています。いやーギガバイト相手がばらけてるからうまい具合にばらけてましたね。 GA4 ランブルオリアナの AOE スキルを警戒して3箇所に立ってた DK 確実なものにする。素晴らしい。その有利を生かしてじわりじわりとドラゴンにプレッシャーかけていって相手に立ち位置だよね。ショーメーカーとどこに AOE スキル打つのってやつ。これ以上前に出たらキルするけどいいのかというような選択を迫って見事ドラゴンを獲得した。お見事でしたね。さあバロンを始める。リヴァイはまだ復活していない。バロン触る。ジャングラーがいないのでバロン確実に取れますよ。それを止めることができるんですか。ゼリのアルティメットがクールダウン中でダメージが足りるのか。足りない。ここで寄ってしまったのは非常にまずかったです。サイラスラカのアルティメット持ってる時クラウドソウルもあってすごい早いな。リプレイ見ましょうか。こればらけてますからね3カ所に。ランバルのアルティメットがちょっと微妙だったか。でサイラスがバックラインにプレッシャー出してる。これ見てサイラス入っていくか入っていかないか入っていくか入っていかないか。で3人ゾーニングしてますね。で孤立した J4 に入っていく。これサイラス実際には入ってないんだけど入っていくと思わせてるだけでスキルを温存してるだけで相手がビビって入っていけないってやつね。完璧な立ち回り。ダメージを出すからキャリーじゃないんですよ。相手がダメージ出せないようにするだけでも OK。 サイラス1人で敵3人ダメージ出せなかった。バロン持った時の1対1の構成というのはかなり強力ですから、その間に味方は4対1で勝ってるわけだし無理して入っていく必要がない。3人でビビらずねサイラスをね押し返すべきだったんだけどその判断がとっさにできませんでしたね。ギガバイトもうタワー下がなんとかギリギリと。タワー下でも怖いですよ。それでもウェーブクリアを行っていく。あ、もうボットレーンに関しては諦めてますね。キアヤもうん、これどうしても捕まったらもうデッドしてしまう危険性ありますからね。さあボットのインナータワー破壊成功です。 DK
トップレアはなんとかカティのウェーブクリアで持ちこたえてはいますけれども、ただキャニオンにこの位置取られるともう怖いですよね、はい、なのでリヴァイとしてももう先に寄せてっていうことなんですが、いや DK これあるぞ、調子どんどん上がってってね、もうミッドボットにプレッシャーかけていきますよね。ショットコールもこういう試合で相手も比較的弱いですから、世界大会とはいえコミュニケーションもどんどん改善されていくだろうし、デフトゴリオス。さらに OK と入り込んでのダブルキル獲得。パレッテがカバンの動きを見せていましたが間に合わず。さあキャニオンがリヴァイへと飛びついている。リヴァイワンバロンスリーインヒビター狙うか、なんならゲームエンド行くか。オリアナ間がないぞ。破壊成功 D プラスギア。さあインヒビターも取れそうです。ゲームエンドまで行けますが、もうネクサスター触り始めてますね D プラスギア。いや構成見たらあるかなと思ったけど、やっぱ強えわ。ただリヴァイ。KR と中国は強えわ。そしてオールアウトで4位でも関係ねえな。そのまま持っていって D プラスギア2キル追加で獲得成功。ネクサスタワー2本目もこれは取れて、まずはゲームは圧倒的なミクロギャップですね。これは D プラスギアらしい試合を見せて勝利ということになりました。はい、何分で終わったよ。しかもきっかけっていうのはもう本当にボットレーンの 2V2 の個人技っていうところは、昨日の C9 のファーストゲームの方がもっと一方的だったのに、あいつら40分かかったからな。この試合26分。